お疲れ様です。個人事業主の方が長期の入院などで、収入をね減らしてしまうときに、健康保険によってね、それがある程度賄える、そんな制度が傷病手当制度ですね。正確な名称は何て言ったかな、傷病手当金ですね。健康保険証をお持ちの方でしたら、これを申請して受けることができるということになります。まあ、詳しくは各市区町村にお問い合わせいただきたいんですけども、もしかしたらね、時期時期の関係で制度が変わったりとか、なくなってしまうってことはないと思いますけども、ちょっとね、取得が難しくなるケースもありますので、まあ、私は一時情報としてこういうのがありますよってことをお話しできるんですけども、詳しくは各地方自治体にお問い合わせいただければと思います。で、どんな条件を満たすと、この傷病手当金が支給されるかってことなんですけども、まず一つ目は、業務外の怪我や病気であることですね。で、二つ目が、勤務ができない状態になってしまったってこと。三つ目、連続する3日間の休業を含めて、4日以上仕事を休まなければならない。そんな時に使えるということでございます。そして四つ目が最後なんですけども、仕事を休んだ期間の分の給料の支払いがないことです。だから、仕事を休んでいるけども、給料が払われている人にはこれが当てはまらないってことになりますよね。まあ、ですので、自営でされている方っていうのはね、やっぱ誰も給料払ってくれませんから、そういう方に今回の制度は当てはまるのかなと思います。必要な手続きや申請方法につきましては、全国健康保険協会や健康保険組合に申請することで受給できるという段取りになってますね。傷病手当金は、被保険者とその家族の生活を守るための大切な制度であり、療養中の経済的な安心を提供してくれるということになっております。傷病手当金ってやつですね。傷病手当金で検索していただければと思いますよね。そしてどんな書類が必要かってことですけども、傷病手当金請求書、これを傷病手当金を申請する際に記入して出すということになります。これは健康保険組合や健康保険協会から入手できるということなんで、ぜひね、サイトの方をチェックしていただいて、ダウンロードするなり、お電話でお申し込みいただいて、郵送していただければと思います。二つ目、医師の診断書です。病気や怪我の診断を受けた医師から発行された診断書が必要です。まあ当たり前ですよね。で、診断書には病名や症状、休業期間などが記載されているという、まあそんなね、必要があるということでございます。そして最後三つ目なんですけども、雇用主からの証明書っていうのがありますよね。まあ、これ勤務先からの証明書ってことになります。だから一人でされてる場合は自分に対して書くってことになるんですかね。休業期間や給料の支払い状況などが記載されている必要があるということになります。確かね、過去12ヶ月分ぐらいの支払い実績、給料の支払い実績とかっていうのが必要になるのかなと思うんですけどもね。まあ、こういったことをまとめて提出するということになってます。それではお大事に。